今日ね、ゾーンについてのお話たくさん伺いましたけれども、はいね、あれコントロールできるんですね。ねえ、でも松永さんゾーンに入ってる可能性もありますからね。いや俺そう思いました。俺なんかゾーンに入ったことないんじゃないかっていう自覚でいましたけれども、うん、あんなことやこんなことも確かにゾーンだったんだなって ね言われてみて、あ確かにそうだったかもって気づきましたもん。うん、高坂さんもね、うん、もういっぱいあったってことですよね、おそらく。おそらく ねでもアナウンサー業でいうとこのゾーンの入り方聞けばよかったですね。忘れたー、ね、聞きたかったですね。聞きたかった。何なんですかね、アナウンサー業って何なんだろう。楽しんで喋るってことなのかしら。ねやっててどの瞬間が楽しいんですか、うん、ちなみに高坂さん。いつも楽しい。あでもすげえ薄っぺらい言葉言ってなんかそんな人はゾーンに入らなそうだなと思いましたちょっと考えてしまうんですね。今ねプロデューサーからインカムでちょっと考えた方がいいかもね厳しいぜ優しい声でいただきました ねでも独り言を言うのも効果的っていうことなのでリスナーの皆さんも今から始められるかもしれない。本当です ねやり方はちょっとタイムフリーで、ね、もう一回聞けたりするんでね、うん、ちょっと自分でこう方法論とかをね、うん、勉強して日常生活に生かすのってのはありだなと思いましたね。そう気持ちいいとかね、おいしいとか言うといいんですよねなんかバカにしませんか。違うよ、小坂さんゾーンのことバカにしませんか。してない本当に心からそう思ってる。心からそう思ってる、うん、いやでも本当に自分もこれからのね、うん、生活、日常生活とかね音楽、うん、いやこれから本当ライブが始まれるなったらやっぱりこのねゾーンの入り方を覚えた。俺そうイメトレね、一味違うよはっきり言って楽しみだ。やばいよ、一味違うよ、ね、いい曲作りがいっぱいできるかもしれない。いや本当ですよ、今日も帰ったらゾーン入って曲作ろう、本当に。いやゾーン舐めてる、ゾーン舐めてる、ゾーン舐めてる。ちなみに8月26日にクリピアスアルバム出るんですけども、全部ゾーンに入って作りました。嘘つけ全部ゾーンに入って作る。みんな買ってくれよなここまでのお相手は DJ 松永と松坂理香でした。さようなら。